今川氏真を下した家康は遠江を手中に収めた。その翌年、家康は信長の朝倉討伐に従軍する。だが浅井長政の裏切りに遭い、信長は撤退。家康は自ら神狩りを務め、信長の退却を助けた。その後、信長は大政を立て直し、近江の姉川に侵攻、浅井朝倉連合軍に決戦を挑んだ。この戦にもまた徳川軍は参戦していた。盟友とはいえ、この家康の従順ぶりは際立っていた。徳川の将、姉川の戦い。家康、この戦、徳川軍を前に出す。我らに死ねと仰せられるか。不服か。いえ、御意に従いまする。落ち着け、いな。話してください。信長様のなさり方はあまりにも。直虎殿も取り押さえてくれぬか。こうなっては稲の猪突、そう簡単には収まらぬ。話してください、父上。直虎様、稲さん、今出て行けば家康様にご迷惑が。信長公も無茶を仰せられる。そういえば半蔵、会談中わしの背後の陣幕が激しく揺れておったが。イノシシの仕業かと。皆よくぞ戦い抜いてくれた。よくぞ生き残ってくれた。殿、どうかお顔をお上げください。私たちこそ家康様に気を使わせてごめんなさい。殿のお心、家臣一同分かっておりまする。本氏らこそ我が宝よ。お主たち、断るごとに様子を伺っておったな。いつも背後が騒がしゅうて、すぐ気づいたぞ。ち、あの猪突姫が。責めているのではない。良き家臣に恵まれ嬉しいのだ。お主たちのためにも道を誤ってはならぬな。修羅の道の先にあるもの、見定められたか。以前はおぼろげなものしか見えなんだが、今ははっきりと見えてきた。あの月のようにな。執着、あの月のごとく殿の行く先が光に満ちんことを願わん。徳川軍の献身的な働きによって、姉川の戦いは織田・徳川連合軍の勝利に終わった。だが喜びもつかの間、家康のもとに恐報が届く。甲斐の虎、上洛へ動く。戦国最強の武田騎馬隊を擁する武田信玄が
大軍を率いて南下。徳川領の遠江に迫っていたのである。信長から東の守りを託されていた家康は、信玄を止めるべく一言坂で前哨戦に挑むも敗退。だが家康はくじけなかった。大切な宝を守るため虎の足に必死にしがみつく。徳川の将、三方ヶ原の戦い。我らと武田の兵力差は明白。天松城に籠城し武田を迎え撃たん。武田軍本城を素通り、三方ヶ原へ向かう様子。おお、これで戦国最強の武田軍だと戦わずに済んだわ。あとは織田の方々にお任せすればよい。ならぬ。全軍出陣の支度をせよ。しかし武田にはとても。わしや皆が今日まで耐えてきたは何のためか。織田の背後を守るが徳川の役目。その役をおろそかにしては徳川家は滅亡の道を進む。陣ぶれせよ。不服のある者は城に残っても構わぬ。お主たち、織田の背後を守るのが徳川の役目ならば、殿のお背中を守るのが我ら家臣の役目。うん、皆で力を合わせ信玄公に一泡吹かせてやろうではないか。慶喜、忠広、正義、貞治、晴れながら未練がましいことよ。この者らを死なせたのは他ならぬわしだというに。死んでいった者らも浮かばれましょう。我が宝よ、情けをここに置いてゆく。もはや立ち止まりはせぬ。麦と罵られ異常とそしられようとも、死んだ者の無念を背負い生ける者の命を背負うてひた進むのみ。戦なき太平の世へと。